おお、でもでもお前、お前スライディングなしだよ、お前。お前、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 おじいさん、こんなとこ入ってきたら危ないですよ。ああ、すまんの。大丈夫ですか？大丈夫じゃ。これからばあさんとデートなんじゃよ。へえ、いいですね。サッカーをしていたのかい？え、まあ、はい。わしも若い頃はよくやっていたよ。あ、そうなんすか。若いっていいの？いいの？わしはもうダメじゃ。わし？ん？どうした？ああ、いや、わしも久しぶりに蹴ってみようかの。え？貸してもらえるかい？ああ。ん？どうした？お前、モニタリングだろ。違うわい。じいさんがじいさんすぎるんだよ。何を言っとるんじゃ。アスリートが調子こいてテレビ出る時のはしゃぎ方してんだよ、お前。うんうんうん、ちょっと待って待って。どうせ元プロサッカー選手で何も抜いて、うーすごいすごいすごいって言われたろ。はい、何が楽しみだったんだ。はい、落ち着いて。これからばあさんとデートなんじゃなんていうじじいが今更どこにいんだよ、気持ち悪い年こいて。待って、わしがどちらにせよ失礼。ああ、すいません。まあいいんじゃ。久しぶりにボールを蹴りたくなっただけじゃ。邪魔してすまんかったの、青年。待って、なんじゃ。本当にモニタリングじゃない？違うよ。これ本当にモニタリングだったら僕二度とバラエティ好きって言えなくなっちゃうんですけど、本当にモニタリングじゃない？知らないよ、わしはそんなもの。本当に？本当に。じゃ、どうぞ。いいのかい？はい、ありがとう。シンプルに普通に下手な状態。わしも年じゃの。口調と行動がシンプルにつまらないリアル CG が若者のサッカーバトル